はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。はい、ということで本日なんですけども、リアルタイム対戦ですね。まあ、今日はね、結構真面目にやろうかなと思ってます。はい。ですけど、ちょっとね、このピッチャーを使ってみたいんですよね。松永さん。レベル70にして限界突破できないんで、レベル70にして、特訓レベルマックスにします。で、特殊能力は、対ピンチとキレだけつけてます。はい、対ピンチも5にしたかったけど、ちょっとね、足らんかった。で、なんか松永選手って意外とね、昔から結構強い強いってね、囁かれてきたんですよね。もう囁かれてはね、声を大にされてきたんですけども、まあなんせね、ツーシームもあって、ストレートもそこそこ速い。で、スラブ。で、シュートもあって、カットボールもあるんですよね。で、対ピンチでしょ。まあね、僕ね、対戦相手で松永選手来たら、ちょっとね、おってなりますね、いつも。はい、なのでちょっと今回僕が使ってやろうかなと。思いまして、はい。なので今日はね、先発西投手なんですけど、ちょっとね、松永さん、中継いでみようかなと思います。無理やり。ちょっと1回でコールドしてしまったら、ちょっと次の試合やるかもしれないんですけど、まあ試合時間によっては2試合目もやってみたいと思いますし、ただ2試合目にするためには、もう1周しないといけないんで、時間かなりかかるんで、ちょっと考えております。はい。まあそんな感じで、とりあえずね、ちょっと1試合目やっていきましょう。はい。では行きます。はい、始まりました、VIP です。ということで、相手の方ね、結構連勝してましたね。まあ、僕もね、まあ、ちゃっかり30連勝してるんですけどね。はい。まあ、多分どっかの企画で負けるんじゃないかな。ちょっとふざけた企画もやろうと思ってますんで、まあ、ちょっと真面目にやっていきましょう。西投手もね、本当に強いんで、うわ、裏か、これ、まあ、いっか。西投手、ほんまに強い。山田、おいおい選手はインコースが見えないと。はい。これも鉄板っす。インコースのね、スライダーが見えないんですよね。いや、これセーフやな。いや、きっつ、なんでああいう球セーブにするかな、コナミさん、ほんまにきついよ。ほんで外角、あ、牽制、あーきついな、ちょっとシュート入れとこが、外角のシュートほど怖いものはない、ほら、よしよしよし、いやー、打ってくるな、やっぱさすが連勝してる方やな、ストレートは投げたくないよね、うまい方には、あー、やっべ、いやー、助かった、アライグマ助かる、あ、コントロールついてないんか、ミスター。うん、コントロールついてない時の西さんをいかに、あいやもういかれてるから、これいかれてるんですよ普通にね、絶対。もう一度カットボールもね、次ストレートでしょうね、呼んでるのは。ちょっと中途半端なストレートいきます。あー甘い、ゲッツ、うわー光一さんか、タイピンついてるよ、コントロールついてないけど、よし、いやー怖え、ちょっと、まあ僕この前の動画でね、外角は絶対投げたらいけないですよっていう風にね言ってるんで、外角は投げないです、絶対。あ、やってもった、お疲れっす。まあ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 、ちょっとね、次の回で中継がしてもらいますね。あ、ストレート投げたか、なんかねタイミングがね最近全然合わないんですよね。さてバッターのロペス、どういうバッターなんでしょうか。ミートが上手い上に大きいのも、よしよしよし、オッケー、点取っていこう。ちょっとガチなるかも。相手ピッチャー見てないわ。久々にビハインドから始まりますね、きついな。松井さんか、よし、入らんでいい、いやー入らんでよかったな、溜めたかった。225、久々225、筒香選手、筒やん、まあそうですね、白井さん、はい、はい、2発で同点、VIP です。恐ろしい、末恐ろしい、うん、末が恐ろしい、本当に変えるでしょうね。僕も次松永選手で中継がしてもらいますよ。わ、市岡選手は僕対戦経験ないな、あんまり。へえ、あ、それと確かパワーフォークあったよね、これどっち？うわ、これパワーフォーク落ちるんじゃん。あー、オッケーオッケー、もうオッケーです。パワーフォークとフォーク、今の軌道パワーフォークね、フォークの軌道はもう頭入ってるんで、オッケーオッケー、カットボール、オッケー、パワーフォーク、フォーク、カットボール、カーブか、オッケー、次ストレートちゃう？これがフォークなんよ。うわー、ちょっと軌道頭入ってないわ、これパワーフォーク、よし、オッケーオッケーオッケー、パワーフォーね、うん、パワーフォー、パワーフォーク、ティカ、マサティカ、吉田正尚選手、大谷選手も代打出したんよね、今日久々に、よし、オッケーオッケーオッケー、
点数取っとこ。松永選手荒れるかもしれんか。ここ代打だぞ。さあ久々入ります。翔平大谷、翔平、ね、ショーヘイピンチヒット。森選手結構継いでくるね、この方結構継ぐね。うん、カットボール、あー、おー、カット結構いくな。ほう、オッケーオッケー、見えてる。次ストレートないやろ。あー、これスライダーね。オッケーオッケー、カットの方が曲がり幅あるな。オッケー、次ストレートかな。あー、やっとまったガーンね、行く方ね。じゃあ次ましょう。どうしようかな。攻めですよね。どういう攻めするかだよね。使ったことないんでね。オッケーオッケー、オッケーオッケー。でスラーブですね。結構曲がり幅でかいから振ってくるんじゃん、初手は。うん、初手は振るよね。で高速スライダー行こうか。コントロールがね良くないんですよ、強化してないから。この辺のストレートで、ツーシームじゃないよ、ストレートで行く。よし、オッケー、ナイスボー。今のストライクかな、ボールかな。伊佐さん、シュートも投げたいよ。けど行かれるから一発で同点やからな。カットボール投げとくわ。おい、打ちました。いやー、でオッケーオッケーオッケー。鈴木誠也選手いじってないよ。いや結構体力減る、早いな。おい、あー振るよね。オッケーオッケー。はい、ということでちょっと短いんで次の試合も行こうかな。はい、ということで2試合目ですね。2試合目先発菅野投手で、中継ぎちょっと松永選手まではさすがに時間がやばいので、中川選手、巨人の。これ結構中川選手リアタイで使えますかっていうね質問多いんで、中川選手使ってみましょう。中川選手めっちゃ強いよ。ちなみにツーシームあるし、スラブも変化多いし、超コントロールやし。超コントロールつけたらめっちゃ強いんですけど、僕超コントロールまだつけれてないんで、超コントロール今度つけたら超コントロールの特殊能力がどんだけいいかっていうのを試したいと思います。はい、しんど。オッケーオッケー。もうやっぱ、あ、やっぱね、菅野投手は本当に強いんですよね。もうあのリアタイナンバーワン投手です。僕がもう今ずっと言ってます、菅野投手に勝る投手はいません。まあ中継ぎやったら、まあ佐々木選手とか打ちにくいですよ、もちろん。佐々木選手やら、あと何や、中川、長川か、長川選手とか。インハイやね、ビタビタ。コントロールいいから、菅野さんは。ほら、おお、当ててくるね。やっぱ表示よりは当ててくるよね。これ落差大きいから振るね。オッケー、一塁、よーし、やめとこう。さあ相手 CC ですね。ありがとうございましたって言ってるんで、もうここでありがとうございましたにしましょう。やってもらった225。うわ、いいな、このユニフォームでの225はマジでいい。ホームラン打ちたい。さっきの試合打ったよ。 OK。 まあ多分ね、 CC はツーシーム頼りやと思うんですよね。多分他はスライダーなんで、うん、ストレートツーシームだけ貼っとけばいいかなと踏んでます。よし、いやー甘いなー、今の広角打法ついてないから流してもよかった。今シーズンからの筒香選手は広角打法ついてるんでね。前までは引っ張りしかなかったから、アウトコース無理やり引っ張るとあんま飛ばなかったけど、今回流してもいいかもしれないね。めっちゃ喋る、めっちゃ饒舌、頭の回転めっちゃ回ってるわけ。オッケー、はい、次狙います。ノーツーバッティングカウントです。うん、大丈夫大丈夫。ワンツーバッティングカウントです。ツーワンバッティングカウントです。オッケー、さあ次ですね、ホームランいきましょう。柳田選手復帰おめでとう、ホームランいこう。まあ打ったけどね昨日。 OK、 はい、復帰おめでとうございます。さああと3点取りたいと思います。最速でいこう。動画2つなってるんでね、2試合になってるんで久々に。まず何を投げてくるか。いや、それはありがとうございましたよ。それはありがたいでしょ。僕もありがたいよ、今のヒットは。見たことないけどね、今のヒットは。ティッカ。オッケー。見えてるね、やっぱ。四角がよく頭の中入ってらっしゃる。よっしゃ。うわー、ちょっとアウトコース。あ、どうしよう、かよ。翔平、大谷。
さあ、さっきホームラン打てなかったんだね。うわ、特殊能力電化、しかも相手3100やから能力ダダ下がり、絶対打てない。そうですよね、ここはぜひ決めて。入ったんちゃう。いや、惜しい、ゴン。さあ、ここホームラン打って決めます。坂本選手、大好きな坂本選手、ホームラン打ってエンディングいきましょう。テルテルね、うわー、テルテルいくよ。はい、ってことでね、終わりました。中川投手はまたの機会で、はい、またちょっとコントロールつけて中川投手試したいと思ってますんで、はい、ってことで今回はこのような形になりましたけども、チャンネル登録と高評価だけはよろしくお願いします。はい、ってことで VIP でした。ありがとうございました。